やはり私は個人のどなたかの権利を侵害するような発言はしておりませんし、ツイッターを通して制度自体の問題点という形で指摘はしましたが、その意見についてその弁明 の, 私の意見が反映がされていないという点は大変残念に思います。で、今回戒告の処分という形で受け止めましたが、私自身今後もツイッターでの発言についてはもちろん注意はしますが、本件については何ら謝罪をするつもりはございませんというような感じです。懲罰特別委員会でちょっとお詫びっぽいものがあったんですけど、それはあくまでもなんかこういう騒動になってしまったことに対しても、まず騒動自体というよりも、まず本日傍聴していただいた皆様もそうですし、組の皆さんもそうですし、はい、このような、ことでやっぱりお騒がせをしてしまったことについてはお詫びを申し上げますし、でかつやはり本日は傍聴いただいた皆さんもいらっしゃいますので、本当にその点についてはありがとうございました。でやはりこういうような、騒動になるというよりも、私はやっぱりこの今の中央区議会の、体質として、やはり今 の, やり方が本当にいいのかどうかということを、区民の皆様、他の全国の皆様にご判断をいただきたくて、で今回私の方からも傍聴の呼びかけをさせていただきました。で結果各皆様がお感じになられたことをぜひ発信をしていただければと思っております。本日は本当にありがとうございました。懲罰委員会でも出た話なんですけども、ツイッターの中出て書かれた文言の中に、本会議場では賛成したがって一文が入ってるか入ってないかでだいぶ変わったんじゃないかという、はい、ことがあったんですけど、はい、そこの部分っていうのはそれもおっしゃる通りだと思うんですね。やはり、受け止め側によって、やはり自分がどういう意図で言ったとしても、自分の趣旨だったとしても、受け止め側がそう受け取って受け取るかどうかはやっぱりそれ次第だと思いますので、その点について私もやはり配慮が足りなかったと思っています。やはりどなたが見てもやはり傷をつかないで、どなたが見ても問題がないというような投稿はやはり個人としては心がけるべきであると私は思います。一方でツイッターでも書かれてましたけども、この種の発言で、長が下るようになると、議員の人たちが7割ぐらいみたいな発言だったんですけども、はいはい、それでおそらく、確かにその通りだなというのがあると思うんですけど、はいはい、そこの部分って感じですけど、そうです、もうそれも本当に各議会と自治の問題なので、どういう発言を問題するかというのはもちろん自治の問題であって、で中央区議会に対して関しては、こういうような判断になったかと思いますが、ぜひ各私の今回の事例を持って、で各全国の自治体でも議論を持って、で、こういうものについてはやっぱりツイッターで発信をするのが問題なのか、それとも問題じゃなくてもっと自由に発信をしていいのかというようなご判断をいただければと思いますが、ある種一定 の, 今回の中央区ではこういう事例だったんで、こういう判断を下したというのは一旦皆様のご参考にはまずしていただければと思っています。ただやはり私は例えばできる限りツイッターにおいても人のやっぱり名誉だったりとか、事実に反することはもちろんダメだとは思いますが、基本的には自由に発信をしていくべきだと、議員に含めてしていくべきだと思います。あとこれ会派としての話は皆さん反対されてたわけですけど、新しい党の中でのどういう形で、それも皆さん応援をしてくれましたし、で表現の自由に対するやっぱり挑戦であると、やっぱり賛同していただいた議員もいますし、傍聴も来てくれたので、その意味ではやっぱり党としては一応方向としては一致をして、戦っていくというような姿勢を見せていけたらなとは思いますね。もちろんもうこの本部というかに挙げてるわけですね。もちろんです、はい、一応私も幹事長なので、すぐさま懲罰かけられそうなんだけどみたいなのはもうリアルタイムで、でこの件に関してのなんか意見表明みたいなのされるってことですか、新しい党としてですか、でもそれは検討しようと思いますね。やっぱり今回の事例をもってして、やっぱりもう同じような判断を下すか下さないかっていうのは、各議会 の, 所属議員がやっぱり注意深くしていって、でそういうような事例があったけれども、うちの議会はどうなんだっていうような議論になっていただければと思いますので、党としても何らかの何か発信は、いずれはしたいと思っています。その今後の話で、今回の件の取り消しを求めて何か提訴するとか、はい、そういった考えってのは今回の戒告の部分については、特に取り消しだったりとか、訴訟を起こすつもりは今のところはございません。今回ので超党派の議連を作るとか、そういう考えもありますか。
なるほど、まあ、それは全然考えてなかったんですけど、まあ、面白いとは思います、はい。まあ、もちろん全国でエフィーさんもそうですし、まあ、議連というよりも団体として表現の自由を守って活動していこうというような方々はいらっしゃいますので、はい、ただまあこれを契機にもしそういう形に議論が発展するんであればとても面白いなとは思います。本当に皆さんもすごくお待ちいただいたので本当にごめんなさい、ありがとうございます。ぜひ今回こういうことになりましたけれども、まあ、おかしいと思うところはおかしいと発信をしていただいて、まあ、逆に私がおかしかったっていう部分があったらそれを発信していただいて構いませんので、ぜひ皆様のご協力も今後もいただければと思いますので、よろしくお願いします。